江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、慶国の掲示板からのご紹介でございます。慶国民、日本はメジャー球技すべてパリ五輪進出したというのは本当ですか、というですねスレッドがありました。本当ですか？私知らないんだけど。はい、じゃあね、ちょっと見ていきましょう。ぐーちゃんお願いします。日本は五輪バレーボールバスケットボールサッカー男女すべて本戦に進出したのは本当ですか？はい、ということでね、それではこちらに対して慶国の反応を見ていきたいと思います。え、バレーボール、バスケット、サッカー、男子バスケットボールで進出できるようになったのがすごい。サッカーはまだわからない。もちろん3連敗しない限りは大丈夫だから、ほぼ進出は確定してるようなものだけど。あ、そうなんだ。我が国はスポーツよりも創造的で知的なジャンルを得意としているから仕方がない。え、何なんか言い訳始まった？国によって得意なジャンルが違う。何？言い訳？日本と我々では人材プールが全然違う。サッカーに人材を投入し続けていたのにオリンピックを逃してるようでは話にならない。日本は有望な人材のほとんどが野球へ進むというのに、それでも他のメジャー種目でしっかりと結果を残しオリンピックへ進出している。そもそも日本はスポーツ強国だ。我々とは違う。ほぼ荒野同然だった男子バスケがここまで発展してるのが本当に衝撃的だ。最近では NBA プレーヤーも輩出してる。なぜフィジカルで劣る日本がここまでスポーツが強いのかわからない。日本はサッカーをはじめとして他の種目も今月の選手を受け入れて積極的に選手育成をやってる。日本は長期的な計画を立てて達成するのが得意だから、それぞれのスポーツでその成果が出始めている。一方で我が国は物事を短期的にしか見られないから、一貫した強さを手に入れることができない。男子サッカー以外は確か本戦出場が確定していたと思う。オリンピックやアジア大会で慶国に遅れを取りまくってたから、2000年代に入ってからエリート選手を育て始めた。そして東京オリンピックをきっかけにして、さらに同志と育成を頑張ったから、どのスポーツを見ても飛躍的に強くなっている。我が国も全球技種目で全滅したわけじゃなく、卓球などは出場できる。卓球は団体戦があるけど個人種目、団体戦は一度に全員で戦うわけじゃないから個人種目扱い。残念ながら本当です。スポーツではすでに超えられないレベルの差が広がってしまいました。本当に羨ましいですね、ブルブル。はい、というね意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきたいと思います。はい、それではですね、上の方からいきますかね。お前らボイコットするんだろ、気にするな。男子サッカーはまだ決まってないけどね。女子バレーはまだじゃなかった？そんなことより、慶国さんはどうなんですか？ねえ、わら。むしろ、慶は全て予選落ちしたんですか？って聞きたい。言い訳し始めたな、フィジカル上なんじゃないのか。得意な分野ってアーチェリーだけやん、わら。慶国さん、日本のこと羨ましいですか？これも、日本のスポーツ選手の日々、黙々と努力した結果なんです。そとっといてください。あれあれ、勝てないって分かったら、今度は言い訳ですか？相変わらず惨めですね、わら。そうだね、お前らとは全く違う。てか、いちいち比べんなし。日本がフィジカルで劣る、いつの話をしているのか。体格で負けるなら、スピードと技を磨くから。フィジカルに劣るとか、そんなことばっか言ってっから、お前らはダメなんだよ、わら。そもそも、お前ら、スポーツにはルールがあるって知らんし。4位でもブーイングで監督追い出すんだから、スポーツの分野自体が育たないじゃん。アーチェリーも日本製用具使ってたから国産品にするんだろ？え、しないの？フィジカルで劣るってどんだけ差があるの？知らんわ。お前ら基礎練習させるとつまらないって文句言うんだろ？兵役免除に加えてタワマン一室プレゼント、税金免除のオプションつけたら強くなるぞ。フィジカル強いって徴兵された時の体力測定だろ？スポーツの体力とは違うね、わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。